いつもご視聴ありがとうございます。8ビートチャンネルです。このチャンネルでは洗車を中心に動画投稿しております。皆さんよろしければ最後までお付き合いください。今回やっていくのはですね、新車の納車後から1週間の車、日産ルークスの洗車から、コーティングですね、ガラスコーティング、その後簡易コーティングをしてワックスで仕上げるという工程をやっております。で、新車を洗わせていただく機会とか、コーティングさせていただく機会っていうのは、まあ、自分の車以来になりますので、めったとやることがないんで、すごくワクワクしながらやっておりますので、そのあたりも、ご覧いただければいいかなと思います。それでは洗車、スタート。ではまず状態チェックからです。新車から納車1週間後という状態で、ほぼ汚れはついておりませんでした。で、花粉と黄砂が少しだけ乗ってるという状況なんで、洗車の方をしてから、コーティングの施工に入っていきます。で、今回使った道具の方は、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よろしければそちらをチェックしてください。では、始めていきます。まずは足回りの洗浄から。今回スチールホイール、ホイールキャップということで表面を軽く洗っていきます。で、コナンの洗車クリーナーを使っていくんですけれども、なんとこちらをですね、マツダ CX30 で有名なエナのカーライフチューブさんで、私のチャンネルで使用していると、使い方がわかるということで紹介していただきました。本当にありがとうございます。で、エナのカーライフチューブさんはですね、非常に映像が綺麗で、しかも面白い、チャンネルになっておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ見たことないよっていう人は、エナのカーライフチューブさん、ご覧になってチャンネル登録してみてください。で、ながら選手さんのアウトショットで表面ですね、ホイールキャップの方、表面とタイヤを洗っていきます。で、タイヤの方が、今回、神風コレクションさんのタイヤブラシを使っていきます。毛が短くて硬い、しっかりと汚れが落ちる、しかも軽い、取り回しのいいブラシですね。すごく気に入りました。で、洗い終わったら、洗剤の残りがないように水でしっかりと流していきます。足回りの洗浄はこれだけで終わりです。続いて、細部洗浄に入っていくんですけれども、今回高圧洗浄機使用しておりません。で、使っているのは、ながら洗車さんの脱脂シャンプーを10倍で希釈したものです。これをスプレーして、ディテーリングブラシ、ディテールファクトリーのディテーリングブラシで、クロスやスポンジの入らない箇所、隙間なんか、このグリル周りなんか特にそうですよね、洗っていきます。で、洗い終わったら水でしっかりと流すという工程をしています。で、ドアノブ周りなんかもやっぱり、スポンジとかが入りませんので、こちらもしっかりとディテーリングブラシ、エンブレム周りとかも、ガラスの隙間、こちらもですね、細部洗浄をしていきます。続いてシャンプー洗車の前にまず水をかけてしっかりと花粉や黄砂を流していきますけれども、ご覧にいただいて分かるように浸水状態ですね、水が撥水せずにベターっと引いていくような状態です。で、シャンプー洗車していくのはながら洗車さんの脱脂シャンプー、リグリッシングシャンプーです。で、泡の作り方なんですけれども、そちらちょっと詳しいことに習いまして、まずストレートで粗く泡を泡立てて、で、その後シャワーに切り替えをしてきめの細かい泡を作っていくという作り方をすると、とてもいいシャンプーの希釈ができるということで、今回それを実践させていただいております。で、手洗い洗車に入っていくんですが、まず今回ね、傷を極力洗車傷を防ぎたいということで、泡を噴霧した上で洗っていく。で、使うのはながら洗車さんのマイクロファイバー11の手洗い洗車用のタオルを使っていきます。で、両手で持ってこう滑らす感じで動かしていくと、傷を最大限に防げて、さらにですね、スピードアップ、効率よく洗うことができます。で、暑かったので今回ワンパネルごとに水で流していってます。
これはあのシャンプー乾きの対策で、シャンプー液が乾いちゃうとですね、シミになっちゃうということがありますので、しっかりとワンパネルごとに洗ってから水で流すという工程を行っております。ながら洗車さんのダッシュシャンプーなんですけれども、これを使うとコーティング前とかにですね、脱脂をする必要がありますが、それが必要ないシャンプーになっておりますので非常に便利ですね。それから今回新しく使ってるノズル、シャワーノズルが神風コレクションさんの葉隠れシャワーノズルってやつで、これがもう水の切り替えの処理が大変多くて非常に楽しいノズルになってますので、シャワーノズルを買おうかなと思っている人はぜひ神風コレクションさんのページに覗いてみてください。続いて鉄粉除去に入ります。新車なのでほとんど鉄粉ないかなと思ったんですけれども、これ見てわかりますでしょうか。これルーフなんですけれども、黒い点々みたいなのがですね、あるんですね。溶剤を吹きかけるとこの紫色っぽい反応が出てくるんですけれども、ボンネットの方も若干ですけどやっぱり鉄粉がありましたので除去していきます。で、鉄粉除去剤はながら洗車さんのアイアンデリートで、これを水で流しながら、クロスで拭き取っていくということで、まあ、ほとんど鉄粉の方はついてなかったんですけれども、もうそれも取り去ってしまうということで除去していきます。で、このアイアンデリートですけれども、使った後に水でしっかり流せば洗車の必要はありませんので大変便利ですね。続いて水分の拭き取りをしていきます。で、この時使用しているのはジーオンのシルクドライヤーという大判タオルです。で、吸水性がやっぱり大変素晴らしい、久しぶりに使いましたけれど、一撃でかなりの広範囲をですね拭き取ることができるということで、計1台だったらもう丸々もう1枚あればほぼ全ての水分が除去できてしまうという優れものです。で、こういったグリル周りなんかはブロワーで水分を吹き飛ばしながら、拭き取っていくという工程を行っております。この後ガラスコーティングを行っていきますの で、ガラスコーティングの大敵は水分なんですけども、それの残りがないようにしっかりととにかくフロアで吹き飛ばして拭き取っていくと。で、ドアノブ周り、ミラーの周りなんかは本当にしっかりと、ね、やっていただいた方がいいと思います。フロアは1台あるととても便利です。で、続いてコーティング前の下地準備ということで、ながら洗車さんのベースという溶剤を使っていきますが、水染みや小傷を見えなくしてくれる活水性の下地クリーナーで、その後に施工する、ファストガラスというガラスコーティング剤と非常に相性がいい溶剤になっております。使い方は付属のマイクロファイバークロスまたはマイクロファイバーアプリケーターを水で濡らして固く絞って溶剤を取って塗り伸ばして拭き取っていくという作業を行っていきます。で、その後に乾いたクロスで、残った溶剤の拭き取りを行っていきます。で、まずこのピアノブラックの部分見ていただいて分かると思うんですけれども、最初ちょっと小傷ですね、あったんですけど、まあ洗車傷で入った傷か分かりませんけれども、この乾いたクロスで拭き取った跡をご覧いただければどれほど見えにくくなっているかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。微粒子のコンパウンドが入っているので完全に傷を除去しているわけではないんですが、塗装の段差とかを埋めてくれる、そういった溶剤になってます。この画面向かって右側のエンブレムからちょっと右のあたりからベースを施工したんですけれども、左側は未施工ですね。違いがもうはっきりと分かるんじゃないかなと思います。で、このベースを、車全体に施工していきます。で、今使っているのが、付属のマイクロファイバーアプリケーターですね。こういったボンネットの周りであるとかドアパネル、それからルーフの周りなんかはこのマイクロファイバーアプリケーターが非常に施工に便利です。ドアバイザーとかものすごく綺麗になりますので、まあ試しにちょっとやってみたいって方はドアバイザー一回やってみてください。ものすごい綺麗になりますから。このドア右側は施工、左側に施工ということで分かっていただけたらなと思いますが、
続いてガラスコーティング剤1層目なんですけども、ファストガラスというのを施工していきます。でこのファストガラス施工ものすごく簡単で、付属の、このスウェードスポンジアプリケーターというんですかね、これで塗り込んでいって、四角を描いて塗り込むんでいきます。隙間のないように塗り込んでいったら、乾燥を待たずにすぐに一人押してください。そうすることで、施工ができるという、ものすごく、簡単に施工ができるガラスコーティング剤ですね。でスウェードアプリケーター、スポンジっていうんですかね、これが、2個ついてて、しかも付属でクロスも2枚ついててみたいな感じで、もう非常に優しい施工です。でこちらね、グリル周りなんですけれど、これホームセンターでスウェード生地のアプリケーターっぽいものと、先にスポンジがついた棒をですね、買ってきまして、前日に買ってきたんですね。このグリル周りどうしようかなってなった時に、前日ホームセンターに行って塗装コーナーに売ってたんですけど、ものすごくいいものがあったと思ってすぐに購入しました。1個あたり100円ちょっとぐらいでしたね。でこれでもう細かいところ もコーティングができるという、もう機器としてやってますけれども、ただ最近 の車のこういったグリル周りってすごい複雑で、ものすごいやっててね、イラッとはするんですけど、でもやった後のやりきった感は半端ないですね。このファストガラスなんですけれども、2時間で完全硬化してくれるコーティング剤になってますので、1日あったらこのガラスコーティングの上にさらに何層も重ねることができるという優れものです。これ硬化待ちの今休憩中でコーヒー飲みながらやってます。続いてですね、2層目のコーティング、簡易コーティング剤ですけれども、長良洗車さんのプラズマコーティングアルファという活水性の、コーティング剤になってます。で、汚れがすごく落ちやすくなるというコーティング剤で、ツヤもかなりいいやつですね。で、付属の、マイクロファイバーアプリケーターがついてます。それから付属のクロスがついてますので、水に濡らして固く絞った、クロスまたはアプリケーターの方に8プッシュから10プッシュしていって、それを塗り広げて乾いたクロスで拭き取っていくという工程をしていきます。でまたまたこのグリル周りですね、グリル周りはこういったやっぱり小さめのマイクロファイバークロスでやっぱり塗り込みっていうのがかなり便利だと思いますね。もう何回このグリル訓練っていうような感じでやってますけれども、こういったドアの周りであるとかボンネット部分ですけれども、付属のマイクロファイバーアプリケーターがかなり広範囲に施工できるので便利だと思います。で乾いたタオルで拭き取りをしていくと、とても簡単に施工できるコーティング剤、プラズマコーティングアルファです。でそのプラズマコーティングアルファの、定着30分間待ちますので、その間にタイヤのツヤ出しをですねしていきます。でこれは使っているのはカープロのパールというツヤ出し剤、タイヤとか未塗装樹脂に使えるツヤ出し剤、ツヤ感がとってもいいんですよね。でコーティングの最後の仕上げに、オートブライトダイレクトのバラードというとってもいいワックスを使っていきます。でこのワックスバラードですけれども、 YouTuber 製作 YouTuber のキャットカーケアチャンネルさんからいただきました。このキャットカーケアチャンネルさん、初心者向けの洗車動画を配信されてます。子供から老人まで楽しく洗車をするをポリシーに動画配信されてます。非常に楽しいチャンネルですので、こちらのチャンネルの方もまだご覧になったことがないという方はぜひご覧いただいて、チャンネル登録の方をしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。でワックスの塗り込みに戻ります。この塗り込んでいるのがカープロの、マイクロファイバーアプリケーターですね。こちらもあるんですけど、こう手をスポッと入れるタイプのアプリケーターで、塗り込み部分にはスポンジになっていて非常に施工がしやすい。でこれ拭き取りをしているのはダイソーのコーラルフリース洗車タオル110円、税込み110円です。
これがものすごくワックスの拭き取りに良かったですね。でワックスの伸びもいいし、この洗車タオルの拭き取り感もものすごく良くって、非常に楽に施工ができました。でツヤ感もこのバラード素晴らしくって、で香りもものすごくいいワックスなんですよ。めちゃめちゃいい香りがします。でなんで表現したらいいかちょっとわからないんで、私はもうあのバラードの香りは英国紳士の香り、これに尽きるとはいうふうに思います。で車全体にこのバラードワックスを施工したら、今回のコーティングは全て終わりです。でこの後撥水テストを行っていきますので、ご覧いただくと分かると思うんですが、もうバッチバチに弾いてますね。見てください、この水が、水残りの少なさもすごいんですよね。シャワーに水をかけていくと、もうサッとなくなる。驚きました。この後ちょっと30秒くらいのイメージ映像を遊びで作ってみたんで、どうぞご覧ください。それでは全て仕上がりました。いかがでしたでしょうか。洗車からガラスコーティング、簡易コーティング、ワックス仕上げまで、1日あれば全てできてしまうという内容で、この仕上がりツヤツヤで、しかも撥水バッチバチっていうような感じになっておりまして、オーナーさんも大変喜んでいただけました。まあ、こういった感じで洗車中心に動画を配信をしています。最後ちょっとちょけてますけれども、よろしければ高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。